福岡市天神の福岡ビル跡地などに建設中のワンビルについて開業が来年4月24日になることや主要テナントが発表されました創造交差点を開発コンセプトに福岡市天神の中心地に建設が進むワン福岡ビルディング略してワンビル昨日行われた西鉄の会見で 来年4月24日木曜日に開業予定と発表されました地下2階から地上5階の商業フロアにはおよそ120店舗が入る予定です昨日は地下2階に西鉄バスの吊り革や降車ボタンなど廃材を内装に使用したタリーズコーヒーと イオン吸収が展開するオーガニックやサステナビリティをコンセプトにしたショップビオララが入ることが明らかになりました4階にはツタヤがツタヤ書店となって天神に帰ってくるほか5階には誰でも利用できて天神最大級の209席を誇る天神副食堂が出店するということです 天神福食堂ではランチタイムに定食900円などの定番メニューのほか数量限定のスペシャルランチなど計13種類が提供されます。テナントの全容は来年2月に発表される予定です。